沼津港大型展望水門ビューオは、東海地震の津波を防ぐ目的で、沼津港に作られた水門。津波避難施設としての役割も持ち、平常時は展望施設として使用されている。ビューオは、沼津港の内港から外港に出るところに設けられ、水門ピーは、重量406トン、幅40メートル、高さ9.3メートル。地震計で250ガル以上。 震度5強以上の地震を検知すると、自動的に閉まり、約5分で完全閉鎖する。両岸に13人乗りのエレベーターが1機ずつ設置され、展望回廊まで人を運ぶ。外部に非常階段も設置されているが、平常時には利用できない。1996年度に調査設計に着手し、9年の歳月と総事業費43億円をかけ、 2004年9月26日に運用を開始した。ビューオの名称は一般からの公募により、景色、眺め等を意味するビューと魚の魚から命名された。完成から約1年で14万人が見学に訪れた。地上より約30メートルの高さに展望回廊の床を設置、両岸の機械室の周囲を展望回廊が囲み、両岸の間は 幅4メートル、長さ約30メートルの連絡橋でつないでいる。すべての展望回路を含めれば360度の展望がある。北から西にかけて、あした山、富士山、箱根山、沼津アルプス。南にだるま山。西に、駿河湾という日が望める。2019年現在、入場料は一人100円、子供50円。ありがとうございます。